どうぞ。はい、どうぞお入りください。失礼します。はい、合格。はい、合格です。ありがとうございます。合格？合格ですよ。あ、でもだ、帰っちゃダメ、帰っちゃダメ。あ、まだダメ。どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。入って、じゃあ先生の上に乗ってください。先生の上に乗ってた。いや、冗談ですよ。あらららら、かわいい。ちょっとそこでさ、くるっと衣装全体見たいなと思って。一周もあるんですか？一周でも、まとまっていい？なんか変な先生。いやいや、あ、後ろもかわいいね。いやー、そう、可愛く仕上がったね、今日も。じゃあちょっと一旦座ってもらっていい？はい、はい、残念だけど、ね、上半身しか見えなくなる。お願いします。よろしくお願いします。ほぼ時間、合格は決まってるんだけども、はい、自己紹介をしてもらっていい？はい、吉高ねねです。もちろん、吉高ねねですみたいな、ちょっと可愛いのいただける？可愛いって？うん、あ、もう可愛いんだけどね、もう全部が。吉高ねねです。あら、いいね。セーファレの女学院、チンパチ先生っていうのもらっていい？セーファレの学院、チンパチ先生。いや、可愛いわ。いつから可愛いって気づいた？いや、やめてください。やっぱお母さんも可愛い？お母さん、めちゃくちゃ似てますね。あ、本当に？めちゃくちゃ母似です。先生、じゃあお母さんかな。お母さん行っちゃう？母さんの方が近いからな、多分な。ちなみに、好きなタイプとか好きなスタッフのタイプとかある？スタッフさん、うん、スタッフさん、なんか質問これめっちゃ嫌なんですけど。いや、ほら、みんなそこピリッとするからさ、やっぱ現場はね。なんだろう、でもやっぱりなんか笑顔でさせてもらえると結構緊張しいなんで、うんうん、安心しますね。いた？今日笑顔で接しなかったスタッフ、クビにするから。大丈夫？すぐ先生に、先生すぐ言って。この校内で笑顔がなかったです、あの先生って言ったら。みんな優しかったです。すぐ違う学校行かせるからね。うん、なんか相当なところで育ったの、ちっちゃい頃？あ、そうです、めちゃくちゃ田舎ですね。なんかクマが出るようなとこって書いてあるけど、本当？そう、クマも出るし、なんか鹿も出るし、なんか地元の電車が鹿が出るんで、鹿と衝突して、なんか遅延みたいなのとか。オーストラリア？どこ行ったの？兵庫県にあるんですよ、そんなところが。本当に？それ兵庫弁なの？そうですね、兵庫、そうですね。でも親はまた出身がちょっと違うんで、うん、なんかそうですね、ちょっと守ってちょっとミックスな感じ。そうですね。それなんかちょっと、先生好きみたいなやつ、ちょっと訛りでいける？先生っていうのはあれ、たまたま俺人の名前だってあれだから。チンパチ先生好きみたいな。でもそれはなんか普通に関西弁になっちゃうかも。チンパチ先生好きやで。はぁ、目は笑ってなかったな。表情に出るタイプなんだな、意外に。吉高ちゃんもね、すごい田舎にさ、住んでて、変質者に出会ったことあるんでしょ？あ、そうです。なんか結構小さい子の変質者が、学校の帰り道とか。だから熊も出て、鹿も出て、変質者も出たの？うん、そうです。すごい、野生の人間ってことだよね、だからね。そうです。その時のなんか、吉高ちゃんの突破ファイルがすごいって噂を聞いたんだけどさ、うん、どういう解決法だったの？なんかその、変な人より変な人になるっていうのをずっとやってました。どうやったの、その子？なんか変な顔しながら、なんか変な声を上げながら急に走るみたいな。小学校の時？やってました。できないよね、今ね。嫌です。できないよね。嫌です。絶対これ言ったらやらされると思ったんですよ。頭いいね、やっぱりね。これでも見てる人も学んだ方がいいと思うの、先生は、うん、世にね、変質者に悩んでる子たち、うん、それを追っ払えたわけでしょ、でも、うんうん、運が可愛いな。本当にリピートで聞きたい。だからそれをちょっと、うん、見て悩んでる人、これすればいいですよという吉高先生からのメッセージみたいなことになると思うんだよね。やらなきゃいけないの？やる？うん。やる？うん。やるな？なんだろう、ポケットマネーは払える用意はある。やってもらえないかな。どうする？やだ。やだ、うん、
どうしても、うん、うん、あのね、この会話を2時間続ける自信があるよ。やだ、明日早いの？明日早いの？明日早いの？明日早いのさ、俺明日休みなんだよ。やだ、やだ、マジで、やりたくないの。どんどん先上シャワー浴びてきたんだ。そういうことかなと思ったの。ダメ？やだ、うん、そうか。ちょっと、やめとくか。お腹がいっぱいになってきた。やめよ。なんか聞いたところによると、なんかついついやっちゃう行動で変なのがあるって聞いた。ついついやっちゃう行動、なんか変な食べ方結構しちゃうことが多くて、なんか例えばなんか雪の宿っていうおせんべい、あのチラチラチラって白いのかかって、あ、そう、それをまず歯でガーって削ってで、周りの塩分ビャーって両面舐めてから、なんかちょっとシュワシュワって音がするんですよ。それをちゃんと聞いてから食べるっていうのやってます。小学校低学年から成長止まったでしょ。かもしれないですね。やってることずっとあの頃の。そうなってくると、あのキノコの山、あれ外す、上と下絶対外しますね。クッキーとかだったら周りのチョコを舐めて、うん、先に舐めて、うん、後で棒だけ食べるとか。わかる。なんかさ、ちょっと俺がやめとけやめとけって言ったのよ、下がちゃんに失礼だぞなんて言ったんだけどさ、うん、クッキーあるんだって。やる、やる、あ、それやってくれるの？やらされるやつですね。なんか結構時間かかるんですけど、はあ、ちょっとあのごめんね、右の髪をもうちょい耳にかけてもらっていい？はい、ありがとうございます。なんかずっとこうやってあれ、あ、あ、プリッツに変えちゃうやつね。ずっとプリッツに変えてから全部食べるっていうのを。なるほど、なるほど。ちょっと2カメも4カメも全方位で寄っちゃった方がいいですかね。アップで、あれ2カメの位置の吉高さんが一番可愛いかな。新町なんか映さなくていいんだよ。こんな感じで飲み終わったら食べるみたいな。はぁ、ずっとやって。今日来てるかな、ポッキーの代理店の人。CM 決まるよ。いや、可愛かったわ。いや、あのなんかイラッとした時の解消法ってある？イラッとした時は、うん、なんか変な声で、うん、クソって叫ぶと、なんかめっちゃスッキリします、ね、変な声、ただクソって叫ぶだけじゃなくて、変な声でクソって叫ぶの？そう、変な声で叫ぶ。どうせやってくれないんだろうな、コネもな。やってほしいんだけど、やってくれないかな。やりますか？やってくれる？はい。じゃあちょっとそれ、変な声のクソ、いい？はい。へい？へいって言ったの？うん、たまに山奥帰るよね。うん、気をつけようね。もう出てきてるんだからこっちね、うん、じゃあちょっとお願いします。クソって言ってる？言ってます、言ってます。ちょっともう一回言ってもらって。それでもすっきりするの？なんか笑えるし、大きな声出して発散もできるし、うん、そう、結構これめっちゃいいですよ。それめちゃくちゃいいね。めちゃくちゃいいですよ。うん、いや、よかったよかった。でもね、ちょっとまあ正直なところ入学悩んでたんだけども、はい、うん、合格、うん、お、ありがとうございます、うん、ずっと悩んでた、本当はね。悩んでた、うん、こんなとこに入れちゃいけねえって思ったら汚れちまうって思ったね。え、だからね、え、親御さんとこにと思ったけども、ダメだ、先生離れることができねえ体になっちまった。だから合格です。合格、うん、ありがとうございます。だからちょっと最後に、はい、見てるね、人たちに、はい、ちょっと一言可愛い感じで、セーファレの女学院見てねっていうのをちょっとカメラに向かって言ってもらっていい？はい、セーファレの女学院みんな見てね。じゃあ、オッケーオッケー。じゃあ、セーファレの女学院みんな見てね。きたーまでいける？ごめんね。セーファレの女学院みんな見てね。きたーオッケー。主席、主席での入学おめでとうございます。ありがとうございます。はい、もう特待生でございます。特待生、はい。
もう生徒会長すべて欲しい肩書きはすべてご用意させていただきます。私全部なんですか？全部、はい、よろしくお願いいたします。